いくらボールだからって言っても危ないんだから飛び込むんじゃないぞ。俺は正光、34歳。今日は休みの日を利用してゲームセンターにやってきた。まあパパってば、ゆいかももう5歳なんだからそんな子供っぽいことしないよ。女の子は成長が早いって言うけど本当なんだな。ゆいかはこのボールプールがお気に入りらしく、ゲームセンターに来るといつも楽しそうに遊んでいた。あ、パパこっち来てみて。はいはい。え、ゆいかに呼ばれ近づいていくと、足元に何かが落ちているのに気がついた。これは帽子？なんでこんなところに。俺はボールプールの中に落ちていた帽子に気づき、不思議に思いながら拾い上げようとした。すると、あー、覚え。あ、そこには1歳ぐらいの男の子が埋まっていた。俺はアントン。え、赤ちゃん、なんでこんなところに。パパどうしたの、その赤ちゃん。親御さんもいないみたいだし、はぐれたのかな。あたりを見回すが、親らしい姿はなく、俺はどうしようかと悩んだ。とりあえずこのままプールにいるのは危ないな。それにしてもこんなところに一人置き去りにされて大変だったな。きっと親御さんも探しているに違いない。この子の親御さんを探してあげないと。俺はボールプールから赤ちゃんを救出すると、親御さんを探し始めた。数分後。いつの間にか寝ていたみたいね。私は絹代、35歳。今日は買い物ついでに息子の甲子郎とゲームセンターに来ていた。最初は一緒に遊んでいたが、育児で疲れていたのかそのまま寝てしまっていたようだ。そろそろ帰らないとね。さあ帰りましょう。って、あら、あたりを見回すが甲子郎がいない。甲子郎どこなの。私はボールプールを掘って必死に甲子郎を探した。甲子郎がいないわ。甲子郎、甲子郎。どうかされたんですか。私が必死に探していると店員が話しかけてきた。甲子郎がいないの、私の赤ちゃんが。なんですって、それは本当ですか。とりあえず警察を呼びましょう。店員が連絡すると警察はすぐにやってきてくれた。それでここでお子さんがいなくなってしまったんですね。はい、きっとさらわれたんです、私の甲子郎が。なるほど。今日怪しい人物の目撃情報はありませんでしたか。いえ、特にはありませんでした。あ、そうだ、お子さんがいなくなった時あなたはどこにいたんですか。それはボールプールに埋まって寝てたなんて恥ずかしすぎる。なんとかごまかせないと。ちょっとおトイレに行ってまして、一瞬目を離した隙に。そうでしたか、それは災難でしたね。ええ、本当に。あ、その時私の目の前を歩いている男が甲子郎を抱きかかえているのを見つけた。甲子郎、あの人が抱いているのがうちの子です。なんだって。ちょっと君待ちなさい。はい。私の甲子郎を返して。私が甲子郎を抱いていた男から奪い返すと、警察官が男に手錠をかけた。15時46分男児連れ去り容疑で現行犯逮捕。人の子供を連れ去るなんて最低ね。ちょっと俺は何もしてません。何もしていないですって。あなたみたいな人は地獄に落ちるといいのよ、この人でなし。ああ、甲子郎無事だったのね。甲子郎が無事でよかったわ。おとなしくしろ。そんな。こうして甲子郎をさらった男は逮捕された。パパどこ行くの。ゆいか、ゆいか。おとなしくするんだ。俺は警察に捕まり留置所に入れられた。くそ、親御さんを探していただけなのになんでこんなことに。ゆいかを置いてきてしまった。一人で大丈夫だろうか。俺はゆいかの悲しそうな顔を思い出し頭を抱えていた。そして次の日、俺の取り調べが始まった。何の罪もない母親と赤ん坊を引き離すなんて、このクズ人間が。いや、お母さんが近くにいたなんて知らなかったんです。俺は親御さんを探してやろうと連れて行っただけで。嘘をつけ、この卑怯者が。見るからに怪しいんだよお前。自分に子供がいるのに他の子供をさらうなんて、自分の子供に恥ずかしくないのか。そんな、
警察は俺の証言を全く信じてはくれず、まともに取り合ってくれなかった。言ってて胃が痛い。ね、大丈夫ですか？ええ、いつものことですから。もう勉強して弁護士になったはいいものの、気が弱いせいかあまり勝ったことがないんだよな。この方は俺の弁護を担当してくれる磯貝さんだ。磯貝さん、信じてください。俺は誘拐犯なんかじゃない。ただ子供を探しているであろう親御さんにあの子を届けようとしただけなんです。正光さん、妻も俺が誘拐したんだと信じて疑わず面会にも来てくれない。子供にも会えないんです。かわいそうに。わかりました、私も全力で弁護します。ありがとうございます。こうして俺の弁護人となったマケルさんは調査のため便利屋アントンを訪れていた。ということがありまして、アントンさんには事実関係の調査を手伝っていただきたいんです。なるほど。それにしても正光さんの訴えが真実なのであれば、なんでお母さんは正光さんを犯人に従うんでしょうね。まあ、私にもその点さっぱりで。まずはそのお母さんに直接話を聞いた方がいいかもしれませんね。俺とエミリーでそのお母さんに会いに行こう。アレックスとローリーはゲームセンターで事情聴取をして、誰かその時の様子を見ていた人がいないか当たってくれ。わかりました、よろしくお願いします。こうしてアントンさんたちは絹代さんの自宅に行き話を聞いてみることにした。どなたですか？先日の甲子郎くんの連れ去り事件について話を聞きたくてお邪魔したのですが、お子さんがいなくなった時トイレにいたということですが本当ですか？それは あなたたちには関係ないでしょ。何か隠しているようだな。ではなぜ正光さんが誘拐犯だと思われているんですか？本当に親御さんを探し回ってくれていたのかもしれませんよ。知らないわよ、警察がそう言うんだからそうなんじゃないの。とにかく私はもう関わりたくないので。そこをなんとか。調査のために必要なんです。アントンさん。その時ゲームセンターで聞き込みをしていたアレックスさんたちがやってきた。どうだ、何か分かったことはあったか？それが大変なんですよ。ゲームセンターの監視カメラにボールプールから起き上がるお母さんの姿が映っていたんです。なんだって？ということはあなたがトイレに行った話は嘘ということですね。なぜそんな嘘を？それはアントンさんの言葉に絹代さんは慌てていた。私が推理しましょうか。正光さんは嘘なんかついていなかった。あなたはボールプールの中で眠ってしまい、ちょうどその時に正光さんが赤ちゃんを見つけたんだ。そして本当にクロスさんは親御さんを探すために赤ちゃんを連れて行ったんだ。あなたの不注意で起こった出来事なのに、あなたは恥ずかしくて本当のことを隠した。そして訂正することさえしなかったんだ。違いますか？それはあなたは本来感謝すべき人に罪を着せて知らん顔をしているんだ。このことは警察に言ってきちんと説明をしてください。あんたの嘘のせいで人一人の人生がめちゃくちゃになるところなんだぞ。こんなことをして甲子郎くんに恥ずかしいと思わないんですか？ごめんなさい。こうして絹代さんはアントンさんとマケルさんに連れられ、警察署で事の真相を涙ながらに話してくれた。その後容疑が晴れた俺は無事に釈放されたのだった。絹代さんとこの件に関係した警察官からは正式に謝罪をもらい、妻も俺を信じなかったことを深く反省してくれたようだった。パパ！ユイカ！パパよかったね。ああ本当にな、もう二度と会えないかと思った。心配させてごめんな。これからはずっと一緒だからな。俺はユイカを抱きしめながら二度とこんなことがないことを切に祈ったのだった。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。あ、アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。